こんにちは、藤井子です。今日もアクトレイザールネサンスやっていきたいと思います。はい、今ね、ブラッドプールに来てるんですが、どうです？この素敵な音楽。いいですね。癒されますね。で、カサンドラのね、クエストをクリアして、素敵な音楽っていうものをね、手に入れて、このブラッドプールの街に持ってきました。まあ、それを使うことによってね、民たちの争いも消えて、またね、さ、新たに発展を始めたブラッドプールでしたっていうことで、で、こちらのね、クエストもクリアしたらね、あれなんですよ、羅針盤もらったんですよ。で、羅針盤をフィルマーに持ってって、フィルマーの方で渡して、まあ、また1個クエストをクリアしたんですけど、フィルモアは、まあ、とりあえず、とにかくね、その先はまだ何も起きなかったんですよね。まあ、ということで、ブラッドプールが、まあ、再発展を始めましたってことで、まあ、こんな感じにやってきましたっていうとこですね。では、ちょっと、ワールドパックマップに戻って、で、次、カサンドラの方を見てもらいたいんですけど、ちょっとロード長いですよね、このゲームね。思ったよりも。毎回切ってはいるんですけどね。で、こちら、カサンドラ。もうね、こっちもすっかり発展し尽くしたっていうところなんですが、こちらはこちらでね、なんかすごい悲しい音楽流れてるんですよ。これね、なんでかっていうとね、なんか疫病が流行ったっていうことで、今ね、左下のサブクエストのところにも出てるんですけど、疫病が蔓延しちゃって、これもね、人バッタ倒れてるんですよ。で、薬草を持ってきてくださいって言われてるけど、今のところどこでも薬草取れてないので、まあこれきっとね、先の地域で手に入れると思うので、また手に入れたらね、ここを救いに行きたいと思います。ではね、今日は新しいところ行きたいと思いますので、またちょっとワールドマップをご覧いただきますね。そしてね、今日からはこちらですね。マラーナを攻略していきたいと思います。なんかね、うっそうとしたジャングルみたいなね、とことはなんか離れ小島みたいなね、島がある地域です。まあ、ここをね、救っていきたいと思いますので、行ってみましょう。なんか早速上に金が見えますね。これ、まあ絶対下から届かないんだろうな。もうね、だいぶ手慣れたもんで、で、上から行く、上を行くって、あ、お前さ、な、あ、そう、これね。どっから上に登れんだろう。でも、ああ、すげえ遠いとこから上に行くんじゃん。よしよし、あ、ここから上行けそう。うわ、あっちにもあるけど、あれまだだろうな。まあ、とりあえずこっち行きますか。あ、これね。一面にも出てきた、これ。よし。え？ああ、こういうの嫌、こういうの嫌じゃん。すっごい嫌じゃん。すっごい嫌じゃん。慎重に。よし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 。どれだどれだ。あ、落ちた。まあこれはもうここからは下ね、いても浮いてもあんま変わんないし。やべえ。ここね、でも完全なアクションパートであんまり喋ることもないなって。まあとにかく、あ、あれ、え、あー、これ壁なのね。じゃ上から行くのか。まあ、ホームメーカーが使っちゃっていいのかな。意外と道中にね、MP って出るんだよ。意外とね、道中 MP 出るんで、お前何か入ってくるやつだよな、確かな。よし、何も入ってこなかったな。うわ、なんか飛んできた。え、これ上もなんかある？あんまいいか。お前がなんか入ってくるやつ。入ってこなかったけど。はい。
あ、これなんかダメな気がする。行かなきゃいけなかった気がする。え、戻れない？ひょっとして。あ、戻れない。そう、これむず。ああ、あれじゃん。絶対あれじゃん。もうやだ。もう一周。あ、こいつ。強敵の予感。ああ、結構食らっちゃった。あれ？なんかいろいろミスってる気がする。あとでもう一回来なきゃ。あ、ヘビ。あ、君下から殴れるってと、ちょっとね、居場所悪い。あ、ちょっと、み。あ、やばいやばい。よし。あ、でも、あんまり MP もな、あ、強い。無駄遣いをしたくないんだけど。あ、上に見つけた。とか、金多くね。はい、2個目。これは、じゃ回復かな。よし、嬉しい。下にもあるんだよな。MP 回復。お、回復いっぱいあって嬉しいね。遠距離攻撃、ああ、何これ。特に上はいいのか。なんか意味ありげな感じだけど。出たな。はい。無駄ね。無駄な戦いはしなくてもいいんですよ。さあ、これが来たってことはもうボスかな。さあ、来ました。ああ、これ。これすっごい苦労した記憶ある。人食いようか。ラフレシア。臭そう。絶対臭いだろ。どこ？もうこんなんあれですよね。これだよね。これだよね。あ、でも画面右当たんないんだ。あ、そう。だったらこれダメかな。こっちだな。弱点そこだよね。あ、そう。こうなんかね。これで倒せる？そう。きたーっと、うわ、危ない危ない危ない。で、上登って。あれ、もしかしてだけど、なんか、危ない。こっち。こうね、ツタをね、引き寄せてから、あいつ、そのまま攻撃して大丈夫なのかな？食らう？あ、食らう。あ、危ない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 。こっち。いらっしゃーい。そう。で、登って、魔法。遠距離で叩けるから楽で。あー、やばい、後ろ来てるのは見てなかった。そろそろ終わるかな。ね、魔法あって楽だったとかね、やっぱ、魔法がいっぱい使えるのってありがたい。さあ、やってきましたね、クリエーションパート。いや、これが楽しみでね、アクションパートをね、頑張ってるってところもあるぐらいだからね。はい、いらっしゃい、天使さん。はい、またいつものあれですね。さあ、今回のマラーナの人々はこんな感じですかね。マラーナは海に囲まれた島です。その上、限られた土地には密林が広がっている始末。道行きを阻む樹木を前に我々は無力です。大いなる自然に立ち向かうあなたの民を憐み、神の手を差し伸べてはいただけませんでしょうか。マラーノの人間たちが言うように、こうも樹木が多いと木の根が邪魔で道を広げられませんね。
人間たちが開拓を始められるように奇跡の力で人間たちを助けてあげましょうか。まあいつものね、焼き打ち魔物の末の焼き打ち。ここは焼けないのか。ここまで入り、あ、ギリ入ったけど別に入れなくてもいいか。で、沼は、あれ、これ、あ、違う違う。沼は太陽だが、あ、これいけるね。で、こうで、こう。まあ、とりあえずこんなもんかな。お、今回の英雄枠の方ですかね。すごい、なんか、真面目な新刊って感じですね。マラーナを覆う豊かな木々がまるで杖を払うかのように、こうもたやすく葬られるとは。この地に再び舞い降りた神、舞い降りし神、藤子よ。これこそがあなたの力なのですね。私の名前はシェマール。教団永遠なる緑の司祭代行を任されております。あ、宗教団体の方ですか。いや、宗教の勧誘はお断りしてるんですけど、別にいいです。私たちは神ではなく自然を信仰し、人間参加を信条とする穏やかな教団です。本当にお金とかなんかお布施とか言ってこない？神やあなたの民と争うつもりありません。信仰は違えど、同じ土地に住まう者同士、手を取り合って行きましょう。あ、あれか、これ教団側の人か。それでは、ご挨拶はこの辺で。ん？これはどっちだ？敵か？敵側か？味方側か？藤子さんを信じない教団ですって、どうもうさんくさいやつでしたね。でもあいつだろうなぁと思うんだけどなぁ。あ、レベルアップした。もう10か。だいぶ上がってきたな。はい、まあ、人口はおろかね、まだね。道も引いてない。さて、あ、何、ね、なんかいろいろ新しいのが出てきたな。あ、でもやっぱりあいつ英雄枠で合ってるっぽいな。ここもいずれ渡るようになるはずだから。よし、よし。で、道ももうちょっと広げて。とか、ほんとここ土地狭いよな。これしか土地ないんだもんな。あと2匹いっぺんに湧いてくんだよ、めめを。え、どこ行くの？君らどこ行くの？はい、何でしょう。異教より冒険家を習う者からこのマラーナの地を訪れました。その者の主張によると、この地のどこかには古き民の秘宝が隠されているのだとか。冒険家？あいつじゃねえの？アロンゾじゃねえの？しかし、マラーナの地は知っての通り人の立ち入りを拒む密林に囲まれております。おかげで調査はなかなか進まず、冒険家はやきもきと開拓を待ち望んでいる様子です。カサンドラで地上へ送電。あ、別にあいつじゃねえのか。調査していたあのとこですか。マランラクンダリまでご苦労なことですね。あくまで人々を導くついでに、秘宝探しのことも覚えておいてやりましょうか。そっかそっか。そっちか。さて、あ、サブクエスト、トレジャーハント。広範囲に道を引く。あ、いや、後ろ向いてる、後ろ向いてる。ちょ、全然当たらない。わ、ここのでも、ちょっと守りづらそう。あ、でも守りやすいか、逆に。砦が機能しそうな地形してんな。お、神よ、我らは魔物を封じる方法を探るべき、これより千と向かいます。神よ、光なき我らにどうか道しるべを。その旅路、私たち永遠なる緑にも同行させていただけませんか。私には司祭より授かった神聖なる魔法の力があります。きっとお役に立てると思いますよ。あなた方は、例の教団の、しかし、あなた方の手を借りるわけには。信仰は違えど、私たちは同じマラーナに住まう隣人同士、生活を脅かす脅威にはお互いに手を取り合って立ち向かおうではありませんか。
それもそうですね。ではよろしくお願いします。めっちゃうさんくさい顔してるんだけどね。聞きました、人の世から失われたはずの魔法の力が使えるだなんて。無実子様の民をたぶらかすつもりなのかも。あいつは僕が見張っておかなくちゃ。お前も結構疑い深いんだよな。そんなに疑わんでもって思うけど。トレジャー範囲なんとはまだね。シマールの経験書のがあるってことはやっぱりそうなんだろうな。信頼と寛容。受注しましょう、これ。魔物の巣まで道を引く。どこの魔物の巣に行けばいいんだろう。とか、意外とちょっと。あ、焼かれる。あ、焼かれた。早い。行動がお前ら早い。どっち行けばいいんだ？とりあえずこっち行ってみるか。お、こちらだ。じゃあ行きましょう。突入。なんか変な服とかずれたな。まあいいわ、勝ったから。ただいま。今回もなんか地味なステージだったよ。はい、鳥でね。鳥でまた噛まなきゃいけないんだよな。どういう配置にするか。魔物の巣が封じられました。あなたの奇跡はまさに我らの光です。道中の御用も知れた永遠なる緑の信徒たちにも感謝しなければなりません。我々は彼らのことを異教徒と思い、これまで避けておりましたが、彼らはとても親切な人です。我々はもっと友好的に関わっていくべきなのかもしれません。今回は奴ら尻尾を出さなかったみたいですね。まあ協力もいいんじゃないですか。人間たちの決めたことですからね。僕も藤子様はとても寛容で慈悲深いお方、異教徒くらいのことで目くじらを立てたりしませんからね。なんかもうフラグだよ。絶対お前にぶち切れるだろ、後で。じゃあちょっと伸ばして、そうか、敵が多くてしんどい。さあ次は広範囲って言ってもね、まだ特にやることないな。神殿も何もね、とりあえず、神殿じゃねえや、砦建てたいけど、まだ、工場が建てない。本日は皆様にお願いしたことがあってまいりました。永遠なる緑の拠点として、この地の外れに寺院を建設させていただきたいのです。マラーナに寺院を？もちろん、地で働き手について、皆様にご迷惑はおかけいたしません。それに拠点ができれば、これまで以上に魔物退治のご協力ができるかと。それはありがたいですが、しかし寺院となると私だけの考えでは戸惑われるのもごもっともですね。これはお願いですから無理強いもできません。私にできることは皆様に信頼していただけるよう、努めることのみ。どうやら我らがマラーナに魔物が迫ってきているようですね。ここはどうか私たちにお任せください。なるほど、これで魔物の襲撃が来る。でも何一つ砦が立っていない。ちょっと待って、みんな、ちょっと砦を立てさせてくれ。じゃあ、砦を立てるまで飛ばしますか。はい、砦立て終わりました。モンスターが邪魔。ちょっと待ってね。はい、砦できました。まあ、上方向に一つ、下方向に一つ。で、ここにね、魔法砦をね、設置して、右からの攻撃を防ぐっていう感じにしてみましたね。まあ、この狭いところなら、砦がね、普通の門砦が役に立つんじゃないかなと思います。前回カサンドラではね、門砦、道が多すぎてね、全く機能しなかったんで、今回はこれでやってみたいと思います。それでは行きましょう。魔軍の進行。さあ、まああとはね、シェマールの力も、お、やっぱ早速右から来たな。ここで待ち構えておくか。さあ、どこに向かう？ここに向かってるか。
よし、こんな感じでこう。よしよしよし。うん。まあ悪くない。うん、魔法砦がね、ちゃんといい、いい働きをしてるっぽいですね。魔法が効かない敵でも大丈夫。門砦があるからね。さあ、あと結構まあ来たな。ここのやつら、あ、ひでりが効く。じゃあこれでいいかな。とりあえずお前をもう消そうかな。と自信もちょっと併用していくか。よしよしよし。ちょっと危ない。思ったよりも削られた。よし、こっち来い。まあ魔法は効きにくいと言ってもね。あ、魔法が効きにくいのであれば、こう、よし、アロンゾで行こう。アロンゾ物理だからな。でこれもかけとこう。じゃあ島あるこっち。よしよし。お、なんか鳥が来た。鳥。うん。ちょっと待ってね。鳥はこっちで対処したいな。こうかな。で、アロンゾをちょっとこっちに移動させて、ちょっと撃って、ちょっと進行を遅らせて、こっちはこっちでお任せして、あ、ここに向かってきてるのね。あー、やばいやばい。ほう、あの魔物自らの魔力で爆発しましたよ。動きを止めたと思ったらこういうことだったんですね。爆発で周囲の施設を壊されないように、あの魔物の動きを、え、壊すの、周囲の施設。ちょっと待って、これちょっと危ないから、ちょっとここに集めとこう。で、まあちょっと風の魔法で足りない。で、壊される。お前こっち、あでも意外と柵立てられる場所が少ない。島あるこっち。風魔法、いや全然楽勝じゃない。やべ、神殿にものすごいアタックされてる。あ、しかも壊されてる。シュマールやばいっすよね。アロンドちょっと前に出て、あ、これ負けんじゃね。あ、シマール死んだ。え、これむずくね。もう一個、よし、
シュマールをこっち、よしよし、いいぞアロンゾ。置いとこう。そう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 、何を使おうかな。よし、ここの砦が危ないな。アロンゾを移動させよう。地震だったなこいつだな。よし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 、お、いいぞアロンゾ頑張ってる。はい、ちょっと足遅くなって、あーよしよし、今回うまくいった。いやー難しかった。いや、柵の使い方とかもすごいなんか必要になってくる。すげえ黙っちゃった。さあご安心ください、魔物どもは全て私たちの手で退治いたしました。お前一回も死んだけどな。ありがとうございます。なんとお礼を言ったらいいか。いえ、お礼などこのマラーナの地を愛する者として当然のことをしたまでですよ。では私はこれで。お待ちください、ここまでしていただいておいてあなた方の頼みを断ることなどどうしてできましょうか。我々は話し合い、あなた方の寺院の建設を許可することにしました。ああ、私たちの願いを聞き届けてくださるとは、感謝の言葉もありません。これからもマラーナの良き隣人として助け合ってまいりましょう。おお、これか。人間、この町の人間たちはいろいろな悩みを持っているようです。はい、そうですね。お、また来た。神よ、マラーナの地には実に多様な草木が芽吹いております。未開の木々を分け入って進めば非常に珍しいもの、怪我や病に効能を持つ薬草も見つかります。お、これでカサンダロの民を救えるのかな。マラーナの人口が増えればそういった薬草を採取し役立てることができそうです。ひ弱な人間たちにとって薬草というのはさぞありがたい草でしょうね。人口が増えればいいんでしたっけ。いつも通り助け発展の手助けをしてやりましょうよ。そうですね。で、これか、ここに今寺院が建ってるんだね。はい、感謝の言葉を伝えたいです。これ、あ、人口100人以上増えましたよ、すっかり。神よ、あなたの道しるべに従い、我らは仲間の数を増やしました。増えた人手により、マラーナの奥地からは様々な薬草が採取されております。特に役立つ薬草は数が少ないため、必要な分以上は採取しないようみんなで取り決めました。おや、意外と節制ができるんですね。人間にしてはなかなか思慮深い判断ですよ。確かにこれほど便利な草が絶滅しては困ります。でもこの量だとあまり多くの人間は救えなさそうですね。疫病への備えか。うん、まだ薬草はもらえなそうだな。さて今できることは、お、またなんか来た。神よ、マラーナの一角に永遠なる緑の寺院ができました。不思議なことに彼らの寺院の周囲には魔物がまるで寄りつかないのです。魔法の力といい寺院といい、あの教団は本物の聖なる力に守られているのかも。いえ、今のはその何でもありません。我らには我らの神がいるのですから。我らはこれより次なる魔物の聖へ向かうつもりでおります。今回もありがたいことに教団の人々が協力を申し出てくれました。神よ、光なき我らにどうか道しるべよ。なるほどね。あ、これでやるとまあ一応受注はしとくか。文化レベルがよく上がる。そうするとまた焼き打ちが始まると。うん、文化レベルがあと焼かれるからな。さて、じゃあとりあえずこんなとこで今日は終わりにしましょうかね。いやー、ほんとこのタワーディフェンスが難しすぎて。砦は機能してるけど、ちょっとこのままだとなんともね、やっていける気がしないので、まあ、ちょっと作戦だね。作戦をうまく組んで、英雄をどこに配置するとか、
あと、いや、今回一番難しいのは、柵が置けない。柵が置けなくて苦しいっていうのはあるから、そこをうまくこう解決していければもっと良くなるのかな。あとやっぱ空飛んでくるやつをね、どうやって引きつけて倒すかっていうのもあるけど。まあ、その辺はね、また次回やっていきましょう。今回はこんなところで終わります。ありがとうございました。